はい、皆さんこんにちは、今ゆるチャンネルです。今日の動画はこちら、メルセデスベンツ W246 後期型 B180 コマンドシステム、まあナビが出てますけれども、純正ナビとそれ以外 Apple CarPlay 上に出てくるナビで使えるアプリの比較をやりたいと思います。これがね、私実は車を探している時に一番欲しかった情報でなかなか出てこなかったんですけれども、ようやくね作る機会があったので、時間ができたのでですね、これを作って皆さんに紹介していきたいと思います。まあ皆さんもね、もう使いかければ車使いかければ当たり前に使えるものですが、車を探している人にとってはね、なかなか欲しくてもなかなかない情報なので比較動画を作ってみたいと思います。比較対象はね、まず純正の、まあ、ナビシステムですね。これかな、純正のカーナビのシステムで、今回はね目的地設定に限ってまず比較検証していきたいと思います。今後ね、実際の使い心地の比較検証とかそういったものも今後やっていきたいと思いますが、今回は目的地設定に限って、純正とそれ以外のアプリの使い方、設定の仕方をねご紹介していきたいと思います。はい、対象にするのは、純正のねナビゲーション、それから Apple CarPlay、 Apple CarPlay 上のナビで使えるアプリどれかというと、ちょっと Apple CarPlay 起動しますね。いくつかあるんですが、全部で、4つあるかな。アップルの純正アプリでマップというのがありますね。それから、Google マップ、これもカーナビの代わりになりますよね。それから Yahoo カーナビ、これもそうですね。あと、カーナビゲーター、なんだっけこれ。ナビタイムのカーナビゲーターですね。この辺を紹介していきたいと思います。ただね、一つだけ、このナビタイムはね、プレミアム会員ということでお金が必要なんで、これは私お金払ってないのでやりません。なのでやるのは Google マップ、Yahoo カーナビ、Apple 純正マップと車のメルセデス純正のカーナビ、これの目的地設定のやり方、もういろんな種類のやり方があると思うんですけど、私の知ってる限りの情報を出していきたいと思います。じゃあまずね、純正の方の、ナビの目的地の設定のやり方をご紹介をします。まあ通常のねナビ画面を出して画面から操作する場合と音声入力をする場合があります。できます。でまず画面から操作する場合をご紹介をします。このねジョグダイヤルっていうのかな、これを上に倒してメニューを出して、この下に目的地があるので、出した状態で下に、ジョグダイヤルを倒して目的地を選ぶと、そうすると目的地検索、自宅、登録地123ってあるんですが、ちょっとねすごく不満な点があってですね、皆さんもそうだと思うんですが、地点登録3つまでしかできないんですよね。普通昔使ってたそのベンツの車に乗せてた車外ナビ、目的地が20か30かあったんですが、今3つしかないので、これ使いにくいねってディーラーの方に言ったら、もうまあちょっと苦笑いしてましたけどね。目的地検索をした履歴から僕なんかは選んでるよみたいなこと言われましたけど、ちょっと少ないなと思います。まああと自宅が登録できるというところで、じゃあ目的地、設定のやり方ね、まあ目的地が登録されてれば、この4つの中で目的地が登録されればそれを選べばいいんですが、なかなかね4つで収まらないので、今回は自分で選んでいくということをやっていきます。じゃあまあ目的地設定ですね。でいくつか、設定のやり方があります。住所を選ぶか施設を選ぶか、ずっと行って目的地の履歴までということで、まあ、今回は東京駅を目的地にしてみたいので、施設というものを選びます。施設ですね。はい。で、交通、飲食店、買い物、宿泊、遊び、あと何があった、あと観光文化、
この中からねなかなか選んでいくっていうのは至難の業ない気がするんですが、東京駅ぐらいだったら行けそうなので、駅で東京、立ちつてとだからと東京ここですかね、立ちつてと結構これから選んでいくのは、まだ立ちつて東京駅ありますね。東京駅どうでしょうか、中央口でしょうかな、で選ぶと。で目的地に設定ですね。今東京駅が出てます、設定。はい、ということで、これで、ね、開始を押せば、国道1号線を通るルートです、はい、実際の交通ナビが開始されるという感じですね。経路に従って走行してください、はい。じゃあね、目的地1回削除して、ルートを削除します、はい。それから違う、画面上からやるね、違う目的地の設定の仕方をもう一つぐらいご紹介します。目的地検索で、まあ、施設、まあ、周辺はいいですよね。住所もよくて、入力、まあ、東京駅と入力するか、目的地の履歴、まあ、リーダーの方が言ってた目的地の履歴、どんな感じで出るかちょっと見てみましょうか。まあ、こんな感じでね、さっき目的地選んだ東京駅が出てますけど、こういう感じで過去に選んだ目的地があれ出てくれば、行きたいところに出てくればこれを使えということらしいです。はい。で、かな入力はまあ皆さんよくやる、タッチパネルだったら簡単なんですけどね、立ちつてとと東京駅とと。まあ、こんな感じで入力をしていくということですかね。まだ1万件以上あるから OK 検索ボタンが出てこないですね。ちっちゃいよこれやって東京駅出ましたね。ちっちゃい用は出せないのかな、東京駅。これね、実はこの入力あまり使ったことなくてね、まあ東京駅と選べば東京駅が出るよという感じですね。でもう一つは音声認識ができます。でその音声認識のやり方をご紹介します。はい、じゃあね、音声認識、やっていきたいと思います。ここに、音声認識ボタンを押すとね、メニューが出てくるので、そのメニューを読み上げないといけないんですが、説明しながらやると誤認識しちゃうので、説明せずに、画面出して進めていきます。じゃあ音声認識ボタンを押します。施設、施設名や場所をお話しください。新宿駅、新宿駅で検索します。お待ちください、該当する施設が100点見つかりました。行を指定してください。さらに絞り込む場合は詳しい施設名と場所、もしくはジャンルをお話しください。4行目、4行目を選択します。新宿駅西口を表示します。ルート案内を開始してよろしいですか。はい、ルート案内を開始します。はい、というふうにね、国道1号線および、案内始まりましたけれども、こんな感じでちょっとこう、まあ、運転しながらやるにはちょっと難しい感じかなと思います。まあ純正ナビはね、こういう感じで画面からやるか音声入力でやるかという感じで設定をして進めていくという感じになります。今ね、純正のカーナビのナビゲーションの、ね、目的設定やってました。次はね、
Apple CarPlay にあるアプリ4つほどあったんですが、そのうちの3つね、有料じゃない無料のやつをね試していきたいと思います。今つなぎました。デバイス起動しました。ねこのマップ、それから Google マップ、Yahoo カーナビ、これをね、やっていきたいと思います。まずマップを起動します。はい、ということで、目的地設定するには画面と音声入力、あるいはスマホで入力をしといてつなぐと、その3つぐらいがあるかと思います。じゃあそれをね、紹介していきたいと思います。目的地ってやるとね、過去に使った目的地とか登録されている、まあ、自宅とかね、そういうのが出るので、ここはちょっと出さないようにします。ここでも当然選べます。じゃあ検索ですね。これもね、ジャンル、ガソリンスタンド、駐車場、いろんなジャンル、いろんなところしかないな、ジャンルが見ることができます。それがキーボード入力で、これでやっていくということですかね。例えば東京駅、これどうやって使ったことがあんまりないのでやってみましょうかね。あ、こうやって候補が出ますね。東京愛犬ありますね。こうやってやると候補がどんどん出してくれるので、日本語じゃなくてね、ローマ字で入れればいいんですね。で、東京駅、これか、あ、これですね、東京駅。今選択をしました。はい、東京駅ですね。で、ここで出発とやれば目的地まで設定、目的地を設定ができるって感じですかね。割と簡単に。設定できますね。これが Apple 純正のマップの画面からやる目的地設定のやり方ですね。はい、それから iPhone 上で設定をして、それをそのままこの画面で使っていくというやり方ができると思うのでやってみたいと思います。まあ、多分ねマップを立ち上げても Siri を立ち上げて、言えばやってくれるんじゃないかなと思います。やってみます。 Siri 立ち上げます。東京駅まで。東京駅への経路をお知らせしています。はい、ということで東京駅というのを出してくれましたね。東京駅への経路の案内を開始します。はい、これで今もう開始しちゃいましたけど。その後左方向。はい、こういう形でね、繋いだ状態で東京駅といえば、それがそのままこの画面に出るっていう感じですね。で、もう一つは。よいしょ。Apple CarPlay をね、つながないで、家でね、いろんなことを調べて、iPhone 上で調べて、東京駅というふうに設定をしておけば、設定した状態でね、立ち上げた状態で、車の Apple CarPlay につなげば、Apple CarPlay が起動して、ナビがスタートする。なので家で iPhone で目的地を調べて セットをしておけば、車に接続するだけで目的地設定がされて、ナビをしてくれるという感じですね。で、Apple 純正ナビへの目的地の設定のやり方は、皆さんよくご存知ですよね。キーボードで打つか Siri で入力をするか、目的地のピン止めされているところがあればそれを選択するって感じですかね。で、一つ気になってたのが、 Apple CarPlay で動いてる、立ち上がってる最中に、これちょっと目的地消しますね、一回。車のハンドルのボタンを押して音声入力できるのっていうのをちょっと気になってたのでやってみたいと思います。車のハンドルの音声認識ボタンを押します。はい、これはね反応しないっていう感じですかね。その代わりに、もしかしたらマイクの検索でマイク出てきたっけ、まあ、出てこないか。あ、これかな。よいしょ、これですね。どこですか。新宿駅。半宿希望駅方への経路をお知らせしています。ちょっと違う認識をしてしまいましたが、半宿希望駅方への経路の案内を、ハンドルのボタンではなくて、一回止めちゃいますね。ハンドルボタンではなくて、この検索の中の
この、まあ、Siri のマークかな、これ。これを押せば Siri が立ち上がってる感じですかね。どこへの経路をお調べしますか？東京駅。見つかった候補の一つは港区の赤羽橋駅です。西に100キロの。ちょっと私の滑舌が悪かったようです。もう一度行きましょう。東京駅。はい、大丈夫です、ね。これ音声のマイクは車のじゃなくて当然 iPhone の、マイクを使っているので、今 iPhone をね下の方に置いてたので、ちょっと認識があまり良くなかったのかなと思います。はい、こんな感じでね、Apple 純正のマップの目的地の設定は画面上から文字で入力をする、画面上から Siri の起動して音声入力をさせる、もしくは iPhone でねあらかじめ設定をしておいてつなげばそのまま、案内が始まるという感じでした。車の、音声認識ボタン、マイクボタンを押しても反応しなかったというのが、検証結果になります。これちょっとね終了させておきます。はい、2つ目のね、ナビですね、純正とアップル純正マップをやってみました。はい、続きまして Google マップね、これをやっていきたいと思います。まず Google マップ立ち上げてみますね。はい、これで目的地設定は、今画面上は検索と出てるので、おそらくこれですかね、検索。はい、最近の検索。これもやっぱり、レストランとか、なんですかね、ジャンルが出ますけど、Google マップ皆さんよく使われると思うんですけど、この保存済みの場所、ちょっとどんな風に出るのかな。ちょっといっぱい保存してるので出ちゃうと思うんですけど、ですね、お気に入り11箇所行ってみたいところスター付きということで、皆さんよく使われてると思います。 Google マップいろんなこうマークを入れてると思うんですけど、それを設定をしておけばすぐ選んで目的地設定ができるということになります。ちょっとね、あまりお見せできるかどうかわからない、一回ちょっと暗くして、あ、大丈夫ですね。はい、人の名前が入ってなかったんで大丈夫です。ビーダックカフェとかね、これ香港なんですけど、ちょっと Google マップに登録してあったんですけど、あとはじゃあ新三郷ララシティ目的地設定ってやれば目的地を設定してくれるっていう感じですね。でこれちょっと戻って検索で、例えばこれも音声入力とキーボード入力がありますね。音声入力やってみましょう。多分 iPhone の方でマイク拾うのでちょっと手元に持ってきます。東京駅。候補が出ないでもう東京駅なら東京駅ドンと出るって感じですね。はい、まあとっても使いやすいかなと思います。 Google マップ、それからと検索で出てきたのキーボードが出てきましたよね。キーボードやってみましょう。あ、これも同じですね。カープレイは同じなんですかね、使うキーボードと UI はね。はい、こんな感じで、ね、画面上からは、音声入力、キーボード入力、スマホで登録済みの場所から行くと選ぶということができるようです。このマークなんですか、まあ同じですね。あれ、検索と同じマークが出ましたけど、同じ画面が出ましたけど、まあそういうものでしょう。はい、で
じゃあ、iPhone 側でね設定した状態のままカープレイにつないだらできるかどうかっていうのをちょっと検証してみたいと思います。 Google マップ、はい、で目的地設定ちょっとやりますね。手元でやります。はい、今東京駅を指定して、経路開始。はい、これ今車のもう iPhone 単体で、東京駅まで指定しました。これでこの状態でつないでみます。はい、ということでね、もうすでに東京駅に、目的地が設定された状態になってますね。はい、で iPhone なので iPhone の GPS を使っているのでおそらく、どっちに車が向いてるかっていうのは車の GPS 使ってないと思うので、まあ今みたいにくるくる最初回ったりするのかなっていうのがちょっと、気になるところかなというふうに思います。はい、でまあね、あの Google マップの目的地の設定、 iPhone 側でのね Google マップでの目的地の設定は皆さん、いろんな検索の方法知ってると思うので、これはね、普通に目的地を設定してやればつなげばねその情報を引き継いで画面上に出してくれると、もしくは画面で、検索するときはねあ、ちょっと戻っちゃいましたね。検索するときは、これを使えばねキーボードから入力する、音声入力ができるということができますということになりました。さあ、じゃあ最後、ヤフーカーナビ、ちょっとこれもね使ったことがないんですけどどんなもんか起動してみます。なんかよく似た画面ですね。目的地設定とマイクとマークが出てて、まあ、現在地が出るという感じ。まあ各社みんなね地図の、まあ、あの表示の、まあ、色合いとかね具合とかがちょっとずつ違うんですけど、ちょっとじゃあまず画面の方からねやってみたいと思います。目的設定、音声入力もできるようですね。これやってみましょう。新宿駅、はい、ということで音声で入力して、これも iPhone のマイク使ってるようです。新宿駅、はい、ということで目的地の設定ができるようですね。じゃあちょっと戻りまして、目的地設定、手入力はどうなるか、これもジャンルが出ますね。なるほどね、ジャンルが出るけれどもキーボードマークがないですね。キーボードマーク、これは当然音声だ。ということで、ヤフーカーナビは、車の中での目的地設定はキーボードで職場自宅でしょ、履歴と登録スポットを駐車場所にこれ以上ないのでキーボードで入力ができないということですね。まあこっちの音声入力の方が使いやすいので音声入力でやりなさいということになった、なってるようです。はい、じゃあね、先ほどと同じようにヤフーカーナビでね、スマホで目的地設定した状態でつなぐとどうなるかというのをやってみます。はい、ね、新宿駅が、じゃあ伊豆高原にしようかな、ここにあるから伊豆高原の駅をヤフーカーナビで、出しました。目的地設定をします。ルート、はい、開始します。ナビ開始、はい、でこの状態でつなぎます。よいしょ、はい、ということで、ヤフーカーナビについても、スマホでね目的地設定をした状態でつなぐと、
ちゃんと車の方に目的地設定が引き継がれて画面が開始されるということですね。でスマホの方の画面ちょっと特徴的で、運転を開始すると案内が始まりますということで、まあ、スマホの方は見えないような感じになるんですかね、これね、まあ、こっちのねカーナビについている、あ、車についている画面に集中しなさいってことですね。スマホ見るなってことじゃないかなと思いますけど、はい、ということです。で、このヤフーカーナビについてもね、車についハンドルについているボタンで、音声入力ができるかちょっとやってみましょうかね。はい、今案内を中止しました。これでも案内中止になってるね。はい、で、じゃあ車のハンドルについてるボタンを押してみたいと思います。よいしょ。はい、反応ないですね。なのでまとめに入ります。Apple CarPlay 上のこの3つのアプリ、ドラレコとして使えそうなアプリ、ドラレコじゃないですね、カーナビとして使えそうなアプリ、 Google マップ、 Yahoo カーナビ、 Apple 純正マップ、これについての目的地設定は画面上から入力するか、画面上から音声入力を選択して音声で入力をするか、あらかじめねスマホで目的地を設定しておいてつなぐかになります。ただし Yahoo カーナビだけは画面上から入力をする、文字を入力して目的地を検索するというのができなかったというのが、今回の、ね、結果になりました。一方ね、純正の方のカーナビは、音声入力は、ハンドルにある音声入力ボタン、これを押してから入力を、喋って認識をさせるというのと、画面から入力をさせるというところですね。で、画面から入力をさせるのも登録件数、目的地の登録件数少ないので、過去に検索をしたところか、日本語で入力をして検索をして出すかという感じになりました。はい、ちょっとね、私が車買う前に欲しかった情報をちょっとね、今回、ナビ各社って言わないね、ナビの何種類か、車で使えるナビ何種類か、今回は4種類だったんですけど、この4種類の比較というのの中の目的地設定ということをやってみました。今後ね、実際の使用感覚とか、また気になったところをこの4社ね、それぞれどういう風になってるのかっていうのをどんどんレビューをしていきたいと思います。もしね、こういう実験やってみてよというようなリクエストがあったらですね、言ってコメントをいただければ、できる範囲でね、やっていきたいと思います。はい、本日の動画は以上になります。皆さんご視聴ありがとうございました。失礼します。